写真拡大。オープン戦オリックス阪神22日京セラドーム大阪。1週間後にシーズン開幕を控えているとあって両軍開幕投手に指名されているエース同士が激突する。開幕でもとなる好投を誓った。また打線は大きな変更点はなし。今季初めて DH 制度を利用せずシーズン本番さながらのオーダーを組んだ。開幕まで残り3試合。阪神1番遊撃木浪、2番中堅近本、3番右翼糸井、4番三塁大山、5番左翼務め、6番一塁ナバーロ、糸原、8番捕手梅野、9番投手メッセンジャー。オリックス